新井白石。新井白石は、江戸時代中期の旗本、政治家、趣旨学者。一階の無役の旗本でありながら六代将軍、徳川家信の事項として、小川雇用人、真部秋草と共に幕政を実質的に主導し、聖徳の地と呼ばれる一時代をもたらす一翼を担った。家信の,の死後も、洋君の七代将軍、徳川家次を真部と共に盛り立てたが、 政権の会屋の外に置かれた不代大,大名と次第に、圧力を生じ、家継が溶接して八大将軍に、徳川義宗がつくと失脚し、引退、晩年は著述活動にい身しんだ。学問は、朱子学、歴史学、地理学、言語学、文学と多岐にわたる。また詩人で、多くの漢詩が伝わる。白石は豪で、忌み川君美、君吉、金美。 先祖は、上野国信殿軍荒井村、群馬県大田市の土豪だったが、豊臣秀吉の小田原征伐によって没落したと言われている。後に、父、ただしずみは、上ずさく藩に主管し、目付を務めている。白石は、明暦の大化の翌日の明暦三年、1657年2月10日、焼け出された避難先で生まれた。幼少の頃より、 学芸に、非凡な才能を示し、わずか三歳にして、父の読む儒学の書物をそっくり書き写していたいう、伝説を持つ。聡明だが気象が激しく、しかも起こると眉間に、日の字に似た手話ができることから、藩主、土屋敏直は、白石のことを、日の子と呼んで、可愛がったという。遠方二年、1674年、十七歳で、中江当主、大門堂。 1649年間を読み字学を志す。年直の死後、藩士を継いだ土屋直樹には狂気の振る舞いがあり、父のただ沈みは使えるに足らずと一度も出資しなかったため、荒井腐師は2年後の遠方5年、1677年に土屋家を追われる。貧困の中で、字学、字学に励み主文を学んだ。その後、 直樹が狂気を理由に改役されると、自由の身となった白石は、天那三年、1683年、大老、堀田正俊に仕えたが、その正俊が若年より、稲はだし急に、電柱で刺し殺されると、堀田家は、子賀、山形、福島と次々に国替えを命じられて、犯罪性が悪化する。白石は、堀田家を自ら知りいて浪人し、独学で儒学を学び続けた。 この間、豪商の門倉良人氏から、知人の娘をめとって、後を継がないかと誘われたり、河村道明から、当家の未亡人と結婚してくれれば三千両と、宅地を提供するという誘いを受けたりしたが、白石は好意に射しつつも、幼蛇の時の傷はたとえスーンであっても、おろちになるとそれは何尺にもなるというたとえを引いて、断ったという逸話がある。 独学を続けていた白石は、上京三年、1686年になって、朱子学者、木下淳安に入門することになった。通常入門には、即修、入学金がかかるが、白石には、それが免ぜられ、淳安も、弟子というより客分として、偶するほど白石に目にかけていた節がある。淳安の門下生には、白石の他、雨の森報酬、室久宗。 祇園難解など、後に巧妙な学者になる者が多く集まっていたため、順安に入門できたことは白石にとって大変意味があった。師匠の順安は白石の才能を見込んで、加賀藩への士官を見つけてきた。白石も後年、家集は天下の諸夫と称賛しているように、加賀藩は前立名乗りのもとで学問が盛んであった。ところが、同門の岡島忠主郎から、 ガガには年老いた母がいる。どうか、紀伝の代わりに、私を推薦してくれる、陽先生、順安に取り継いでいただけないでしょうかと頼まれ、岡島にこのポストを譲った。その後、順安は、元六六年、1693年、甲府藩主である、甲府徳川家への士官を推挙した。白石が三十七歳の時である。藩主、徳川は、当初、 林家に、弟子の推薦を依頼したが、当時の綱豊は、将軍、徳川綱吉からうとんじられており、林家からは綱豊に将来性なしと見限られ、断られていた。そこで、順安に推挙を依頼してきたのである。甲府徳川家の提示した内容は、当初三十人口の法録だったが、順安が、白石よりも学問が劣る弟子でさえ三十人ぶなどという、迫録はいない。 これでは、推挙できかねると掛け合った結果、甲府徳川家からは、改めて四十人ぶが提示された。それでもなお順安は、推挙を渋ったが、白石は、かの判定のこと、他判に順、図べから図、五両天である。甲府徳川家は、他の大名家とは、訳が異なると、むしろ綱豊の将来性を見込んで順安に正式に、推薦を依頼した。徳川綱吉は、 多額の資質をして、自社を混流して祈祷し、将類やあれみの例を出したが、結局四次に恵まれず、綱豊を将軍聖師として、西丸に入れた。法永六年、1710年、綱豊は意味を家信と改め、将軍となった。家信は将軍に就任すると、側用人の松平照差だ、松平忠近を解任し、大学等、林信厚を抑えて、 白石にその職責の大半を代行させた。家信が将軍制治となったことで、甲府徳川家は断絶となり、家信は白石や真鍋秋佐を引き続き自身の側近として登用する。白石や秋佐は将軍家の武器に聖徳の地と呼ばれる政治改革を行った。白石の身分は五百国取り、後、正則万年に千国に加造の本丸より愛。 すなわち、無役の旗元なので、御用部屋に入るわけにはいかない。そこで、家の部からの指紋を、側用人間部が白石に改装し、それに応えるという形を取った。幕閣でも側用人でもない一階の旗元が、将軍事項として、幕政の運営にこれほどまでに関与したのは、この白石を置いて、他に例を見ない。白石の政策は、 旧来の悪兵を正す理にかなったものではあったが、当初新君以来の素方変図べからずとする、幕角とは、祖語をきたし、やがて両者の間には深刻な圧力が生じるようになる。自らが主張することに信念を抱き、誰が何を言って反対しても臆することなく、最後には、上様の虚意で、その意見が通るので、白石は、旧主派の幕臣からは、鬼と呼ばれて恐れ得られるようになった。 様々な改革を行う一方、通貨不機会においては、家康の言葉に従い、失敗をしている。家の部が没すると、その子の七大将軍、徳川家次の下でも引き続き、真鍋と共に政権を担当することになったが、洋君を盛り立てての政局運営は、困難を極めた。抜角や不代大,大名の抵抗も徐々に激しくなり、家次が要請して八大将軍に、 徳川義宗がつくと、白石は失脚、公的な政治活動から退いた。なお、城巡り、鎌倉市に火力を得ると、白石は付近にある竜宝寺に二百国を献上した。竜宝寺には風化して、半読不能であるが、宝十年、千年1725年に、室久相が戦した朝三大府、荒井玄光悲鳴ある。 荒井白石が鬼門を研究し、鬼門校を表しており、徳川栄康が江戸城構築にあたり、鬼門の橋を案じる家臣に対し、名前だけを違いよと明示、位置は変えず、筋替えは指紋と名を付けたと述べている。白石の鬼門校では、鬼門を避けない方が基地が重なる、鬼門を避けなければ白明である。江戸時代、鬼門を恐れる世の風潮の中、 両極の鬼門説の混在に迷える記載がされていると述べられている。地後、白石が幼少の家継ぐの将軍権威を向上すべく改定した朝鮮通信使の応説や武家書発とは吉宗によってことごとく覆された。また、白石が家の部の諮問に応じて提出した膨大な政策資料が廃棄処分にされたり、 幕府に献上した著書なども破棄されたりしたという。江戸城中の御用控えの兵や、神田商船長、千代田区の屋敷も没収され、一旦、深川一式町、江東区福十一の旧の屋敷に移るが、教皇2年、1717 17年に幕府より与えられた千田谷の土地に陰性した。渋谷区千田谷六の一の一に、渋谷区が設置した記念案内板がある。 当時は、現在のような都会ではなく、一面に麦畑が広がるような土地だったと伝わる。晩年は不遇の中でも著作活動にいそしんだ。災難遺伝の終わりで、自己添削が完了した後、6日後の教皇10年、1725年5月19日、死去した。去年69、万68歳没。墓所は、中野区の高徳寺にある。 諸大名の家系図を整理した、半官府、読史世論、古代史について書いた、古史通、また、白石自身、機械と断言したしどっちへの尋問後に記した、西洋事情の書、西洋気分、祭壇意言、さらに、琉球の施設、帝より祈り、名護親方長文や高寿、優、玉木親方朝、るなどらとの会談で得た、情報等をまとめた、南東史や、回想録、 織田区、芝の木などを残した著書、古質アールモンの中では古代史上最大の謎と言える山大国の位置を大和国と主張しており、日本で初めて本格的に論じたものとして有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。